あの日、新緑の中をご一緒させていただいたとき。ご一緒させて。ご一緒させて。させてが言いづらいと思ったら、はい、まず言いにくいところをゆっくり言おうとしてごらん。ご一緒させていただいたとき。じゃあ、ご一緒させていただいたときみたいな、関西人みたいになっちゃうから。ご一緒させていただいたとき。ご一緒させて、させて、全部をさせてって言うと関西人になっちゃうから、無声化するところを見つけていくのね。はい。ご一緒させて、させて。そう。ご一緒させていただいたとき。まだ、さっき見てたら、させての時に、背の時に舌が見えてるから、はい、その背の音を、舌をちょっと奥の方で言ってごらん。ご一緒させていただいた時、うん、ご一緒させていただいた時、まだ出てきた。ご一緒させていただいた時、意識しすぎてると。全部出そうとすると言いにくいから、引く方を見つけていく、言いにくいと。させていただいた時。例えば、させていただいた時。させて。ご一緒させていただいたとき。背が引いてないじゃん。ご一緒させていただいたとき、うん、逆もあるよ。ご一緒させていただいたとき。させていただいたとき。背だけ差が出てる今。させて。ご一緒させて。こっちが 出る方でこっちが出さないもんね、はい、それでいくと、ご一緒させていただいたとき。させて。差が出てるっつ。させて。そう。ご一緒させていただいたとき。ご一緒させていただいたとき。差が出てる。ご一緒させていただいたとき。そう。うん、それか逆ね、させて、ご一緒させていただいたと。でもすごい忙しいでしょ。ご一緒させて、そうですね。だから背だけが出るようにした方がいい。させて、そう、させていただいた。ご一緒させていただいたとき。ご一緒させていただいたとき。そう、の方が楽なんですよ。それをベースにしてもう一回やってごらん。はい。あの日、新緑の中をご一緒させていただいたとき、玉子さんが見ていらした花の名前です。本当はうつぎというのだそうです。あの時うろ覚えのままに違う花の名をお教えしてしまったのだと。お教えしてなんだそれ。お教えしてしまったのだと後になって知りました。お教えしてしまったのだと。お教えしてが多分言いづらいから、お教えを丁寧にゆっくり言う。お教えしてしまったのだと。お教えから丁寧になっちゃったでしょ。お教えしてしまったのだと。それだとお教えしが聞いちゃう。うろ覚えのままに違う花の名をお教えしてしまったのだと。うろ覚えのままに違う花の名をお教えしてしまったのだ。お教えしてしまったのだと。お教えしてしまったのだ。お教えしてしまったのだと。ちょっと意識をそこにしてるところを持ってもらうと。はい。あの時、うろ覚えのままに違う花の名をお教えしてしまったのだと後になって知りました。割と全部優先音で前に出しちゃうから、はい、引く方は引く方さんです。はい、ありがとうございます。